3日に放送された NHK 連続テレビ小説「舞い上がれ」で物語上の時間が1年近く飛び2019年12月とテロップ表示された。舞台は東大阪市。ヒロインの舞、福原遥は無念の病死を遂げた父高橋克典が残した町工場を母長作ひろみと共に再建し、自身は地域おこしにつながるビジネスを起業した。東大阪にはラグビー西の聖地花園ラグビー場があり、ドラマでもカフェ、ノーサイドを舞台に、元選手で、舞の親友の父、カハル、松尾悟が、たびたびラグビー愛を語ってきた。にもかかわらず、約1年ワープしたことで、ラグビー W 杯、日本大会が開催された19年9から11月の時期が飛ばされた。火炎も試合会場だっただけに、視聴者からは、W 杯飛ばされてしまった、涙、W 杯の、子、とっさいスルーで、月日が飛ぶとは思わんかったなどと、落胆や疑問のツイッター投稿が。来週で終わる、舞い上がれ、は、初回で、舞がパイロットになることを示唆するオープニング映像があったが、家業継承でその道を断念。東大阪町工場編が延々繰り広げられており、オープニング場面やタイトルがどう回収されるのか見えてこない。現在携わっている空飛ぶ車が物語の鍵を握るアイテムとなりそうな感じも見られる。一方、8年からのリーマンショックについては、工場の経営危機と父の心労など朝ドラ受けの博多華丸、大吉も辛くなるほどのリアルな演出で時間をかけて描かれた。そこで注目されるのが、現在進いきなりである新型コロナ禍。19年12月といえば、その2ヶ月後にはウイルスの日の手が広がり始め、大阪は医療逼迫に悩まされた。視聴者ツイートには、コロナ禍直前なのは不穏。あと6回なのに、もうコロナだよね。どうするんだろうと、この時期設定に謎を深める様子を伺わせる投稿もあった。Thank you.